美少女太宰治。今年の正月から山梨県甲府市の町外れに小さい家を借り、少しずつ貧しい仕事を進めてもう早半年過ぎてしまった。6月に入ると盆地特有の猛烈の暑熱がじりじりやってきて、北国育ちの私はその呵責なき地の底から湧き返るような熱気には仰天した。机の前に黙って座っていると急にしんと世界が暗くなって、確かにめまいの兆候である。暑熱のために気が遠くなるなどは私にとって生まれて初めての経験であった。家内は体中の汗もに悩まされていた。甲府市のすぐ近くに湯村という温泉部落があって、そこのお湯が皮膚病に特効を有する良しを聞いたので、家内をして毎日湯村へ通わせることにした。私たちの借りている家賃6円50銭の草庵は甲府市の西北端桑畑の中にあり、そこから湯村までは歩いて20分くらい。49連隊の練兵場を横断してまっすぐに行くともっと早い、15分くらいのものかもしれない。家内は朝ごはんの後片付けが済むと湯道具持って毎日そこへ通った。家内の話によれば、その湯村の大衆浴場は大変のんびりして、浴客も農村のじいさんばあさんたちで、皮膚病に特効があると言っても皮膚病らしい人は一人もなく、家内の体が一等汚いくらいで、浴室もタイル張りで清潔であるし、お湯のぬるいのが欠点であるけれども、みんな30分も1時間もしゃがんでお湯に浸ったままよもやまの世間話を交わして、とにかく別天地であるからあなたも一度おいでなさいということであった。早朝、練兵場の草原を踏み分けていくと、草の香りも新鮮で、朝露が足を濡らしてヒヤヒヤして、心が活然と開け、一人で笑い出したくなるくらいである、という家内の話であった。私は暑熱をいい申し訳にして仕事を怠けていて、退屈していた時であったから、早速行ってみることにした。朝の8時ごろ、家内に案内させて出かけた。大したこともなかった。練兵場の草原を踏み分けて歩いても、一人で笑い出したくなるようなことはなかった。湯村のその大衆浴場の前庭には、かなり大きいザクロの木があり、カッと赤い花が満開であった。甲府にはザクロの木が非常に多い。浴場はつい最近新築されたものらしく、汚れがなく純白のタイルが貼られて明るく、日光が充満していて清楚の感じである。湯船は割に小さく3坪くらいのものである。浴客が5人いた。私は湯船に体を滑り込ませてぬるいのに驚いた。水とそんなに違わない感じがした。しゃがんで顎まで体を沈めて身動きもできない。寒いのである。ちょっと肩を出すとひやっと寒い。黙って死んだようにしてしゃがんでいなければならぬ。とんでもないことになった、と私は心細かった。家内は、落ち着いてじっとしゃがみ、悟ったような顔して目をつぶっている。ひでえな、身動きもできやしない。私は小声でブツブツ言った。でも、家内は平気で、30分くらいこうしていると、汗がただただ出てまいります。だんだん効いてくるのです。そうかね。
私は観念した。けれども、まさか家内のように悟りすまして目をつぶっていることもできず、膝小僧を抱いてしゃがんだまま、キョロキョロあたりを見回した。二組の家族がいる。一組は60くらいの白髪の老爺と、どこか垢抜けした50くらいの老婆である。品のいい老夫婦である。この在の小金持ちであろう。白髪の老爺は鼻が高く、右手に金の指輪。昔遊んだ男かもしれない。体も薄赤く、ふっくりしている。老婆も、あるいはタバコくらいは息に吹かす女かもしれない、と思わせる節がないでもないが、問題はこの老夫婦にあるのではない。問題は別にあるのだ。私と対角線をなす湯船の隅に、三人ひしと固まってしゃがんでいる。70くらいの老や、体が黒く固まっていて、顔もくしゃくしゃ縮小して機械である。同じ年格好の老婆。小さく痩せていて、胸が鎧色のようにデコボコしている。黄色い肌で、乳房がしぼんだ茶袋を思わせて哀れである。老夫婦とも人間の感じでない。キョロキョロして穴にこもったタヌキのようである。間に、孫娘でもあろうか。じいさんばあさんに守護されているみたいにひっそりしゃがんでいる。そいつが素晴らしいのである。汚い貝殻に付着し、そのどす黒い貝殻に守られている一粒の真珠である。私は物を横目で見ることのできぬたちなので、その人をまっすぐに眺めた。16、17であろうか。18になっているかもしれない。全身が少し青く、けれども決して弱ってはいない。大柄のぴっちり張った体は青い桃の実を思わせた。お嫁に行けるような一人前の体になったとき、女は一番美しい、と、志賀直哉の随筆にあったが、それを読んだとき、志賀氏も随分思い切ったことを言うとひやりとした。けれども、今目の前に少女の美しい裸体をまじまじと見て、志賀氏のそんな言葉はちっともいやらしいものではなく、純粋な感傷の対象としても、これは崇高なほど立派なものだと思った。少女はきつい顔をしていた。一重まぶたの三白眼で、目尻がキリッと上がっている。鼻は尋常で、唇は少し厚く、笑うと上唇がキュッとまくれ上がる。野生のものの感じである。髪は後ろに束ねて、毛は少ない方のようである。二人の老人に差し挟まれて、無心らしくしゃがんでいる。私が長いことその体を直視していても平気である。老夫婦が宝物でも触るようにして、背中を撫でたり、肩をトントン叩いてやったりする。この少女は、どうやら病後のものらしい。けれども、決して痩せてはいない。清潔に皮膚が張り切っていて、女王のようである。老夫婦に体を任せて、時々一人で薄く笑っている。白痴的なものをさえ私は感じた。すらと立ち上がった時、私は思わず目を見張った。息が詰まるような気がした。素晴らしく大きい少女である。5尺2寸もあるのではないかと思われた。見事なのである。コーヒー茶碗いっぱいになるくらいの豊かな乳房。滑らかなお腹。ピチッと固く締まった獅子。ちっとも恥じずに両手をブラブラさせて
私の目の前を通る。かわいい、透き通るほど白い、小さい手であった。湯船に入ったまま腕を伸ばし、水道のカランをひねって、備え付けのアルミニウムのコップで、水を幾杯も幾杯も飲んだ。おお、たくさん飲めや。老婆は、しわの口をほころばせて笑い、後ろから少女を応援するようにして言うのである。精出して飲まんと、元気にならんじゃ。するともう一組の老夫婦も、そうだそうだという意味の相槌を打って、みんな笑い出し、出し抜けに指輪の老屋がくるりと私の方を向いて、あんたも飲まんといかんじゃ。衰弱には一等へ。と、命令するように言ったので、私は瞬時ヘド戻した。私の胸は貧弱で、肋骨が醜く浮いて見えているので、やはり病後のものと思われたに違いない。牢屋のその命令には大いに面食らったが、けれども知らぬふりをしているのも失礼のように思われたから、私はとにかく愛想笑いを浮かべて、それから立ち上がった。冷やと寒く、ぶるっと震えた。少女は私にアルミニウムのコップを黙って渡した。いや、ありがとう。小声で礼を言ってそれを受け取り、少女の真似して湯船に入ったまま腕を伸ばし、カランをひねり、意味もわからずガブガブ飲んだ。塩辛かった。光線なのであろう。そんなにたくさん飲むわけにもいかず、三杯やっとのことで飲んで、それからうかぬかをしてコップを元の場所に返して、すぐにしゃがんで肩を沈めた。調子がええずら。指輪は得意そうに言うのである。私は平行であった。やはりうかぬかをして、ええ、と答えて、ちょっとお辞儀した。家内は、顔を伏せてクスクス笑っている。私はそれどころでないのである。胸中戦々恐々たるものがあった。私は不幸なことには、気楽に他人と世間話などどうしてもできないたちなので、もし今からこの牢屋に何かと話を仕掛けられたらどうしようと恐ろしく、いよいよこれはとんでもないことになったと。少しも早くここを逃げ出したくなってきた。ちらっと少女の方を見ると、少女は落ち着いて、以前の通りに、二人の老夫婦の間にひっそりしゃがんで、ひたと守られ、顔を仰向けにして、全然の無表情であった。ちっとも私を問題にしていない。私は諦めた。再び指輪の牢屋に話しかけられぬうちに、私は立ち上がって、出よう、一向温まらない。と、家内に囁き、さっさと湯船から出て体を拭いた。私、もう少し。家内は粘るつもりである。そうか。先に帰るからね。脱衣場でそそくさ着物を着ていたら、湯船の方では和やかな世間話が始まった。やはり私が気取って口を引き締めてキョロキョロしていると異様のもので、老人たちにも多少気詰まりの思いを抱かせていたらしく、私がいなくなるとみんなその窮屈から解放されて、ほっとした様子で会話がなだらかに進行している。家内までその仲間に入って、汗物公爵などを始めた。私はどうもダメである。仲間になれない。どうせ俺は異様なんだ、と一人で悲願で、帰りしなにまたちらと少女を見た。やっぱり、二人の黒い老人の体に守られて、宝物のように見事に光って、じっとしている。
あの少女はよかった。いいものを見た。と、こっそり胸の秘密の箱の中に隠しておいた。七月、暑熱は極点に達した。畳がカッカッと熱いので、寝ても座ってもいられない。よっぽど山の温泉にでも避難しようかと思ったが、八月には私たち東京近郊に移転するはずになっているし、そのために少しお金を残しておかなければならないのだから、温泉などへ行く余分のお金がどうしても都合つかないのである。私は気が狂いそうになった。髪を思い切って短く刈ったら、少しは頭も涼しくなり、はっきりしてくるかもしれぬと思い、散髪屋に駆けつけた。行き当たりばったり、どこの散髪屋でも空いているようなところだったら、少しは汚い店でも構わないと二三軒覗いて歩いたが、どこも満員の様子である。横丁の銭湯屋の向かいに小さな店が一軒あって、そこを覗いてみたら、やはり客がいる様子だったので引き返しかけたら、主人が窓から首を出して、すぐできますよ。散髪でしょう。と、私の意向をうまく言い当てた。私は苦笑して、その散髪屋のドアを押して中へ入った。私自身では気がつかなかったけれど、よその人から見ると、ずいぶんぼうぼうと髪が伸びて見苦しく。それだから散髪屋の主人も私の意向をちゃんと見抜いてしまったのだ。それに違いない、と、私はさすがに恥ずかしく思ったのである。主人は四十くらいで丸坊主である。太いロイド眼鏡をかけて唇が尖り、ひょうきんな顔をしていた。十七八の弟子が一人いて、これは青黒く痩せこけていた。散髪所と薄いカーテンを隔て、洋風の応接間があり、二三人の人の話し声が聞こえて、私はその人たちをお客と見誤ったのである。椅子に腰を下ろすと、裾から扇風機が涼しい風を送って起こして、私はほっと救われた。植木鉢や金魚鉢が要所要所に置かれて、小ざっぱりした散髪屋である。暑い時は散髪に限ると思った。うんと、後ろを短く刈り上げてください。口の重い私には、それだけ言うのも精一杯であった。そう言って鏡を見ると、私の顔は物々しく、異様に緊張してぎゅっと口を引き締めて気取っていた。不幸な宿命に違いない。散髪屋に来てまでこんなに気取らなければいけないのかと、我ながら情けなく思った。なお鏡を見つめていると、ちらと鏡の奥に花が映った。青い簡単服着て窓のすぐそばの椅子に腰掛けている。少女の姿である。そこに少女の座っているのをその時初めて知ったわけである。私はけれどもあまり問題にしなかった。女弟子かな？娘かな？ちらとそう思っただけで、それ以上注意してみなかった。しばらくして、少女が私の背後から首筋伸ばして、私の鏡の顔をちょいちょい見ていることに気づいた。二度も三度も鏡の中で視線があった。私は振り向きたいのを我慢しながら見たような顔だと思っていた。私が背後のその少女の顔に注意し始めたら、少女の方ではそれで満足したような風で、今度はちっとも私の方を見なかった。自信たっぷりで、窓べりに頬杖ついて、往来の方を見ていた。猫と女は、黙っていれば名を呼ぶし、
近寄っていけば逃げ去るとか。この少女ももはや無意識にその特性を体得していやがる、と、忌々しく思っているうちに、少女は傍らのテーブルから物上げに牛乳の瓶を取り上げ、瓶のままで静かに飲み干した。はっと気づいた。秒針。あれだ。あの素晴らしい体の秒後の少女だ。ああ、わかりました。その牛乳でやっとわかりました。顔よりちぶさの方を知っているので失礼しました。と、私は少女に挨拶したく思った。今は青い簡単服に包まれているが、私はこの少女の素晴らしい肉体、隅の隅まで知ってる。そう思うと嬉しかった。少女を肉親のようにさえ思われた。私は不覚にも鏡の中で少女に笑いかけてしまった。少女は少しも笑わず、それを見てすらと立って、カーテンの影の応接間の方へゆっくり歩いていった。何の表情もなかった。私は再び白痴を感じた。けれども、私は満足だった。一人可愛い知り合いができたと思った。おそらくはあの少女のこれが父親であろう主人に、ザクザク髪を刈らせて、私は涼しく、大変愉快であったという、それだけの悪徳物語である。太宰治作、美少女。お相手は村上陽でした。ではまた。